とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッド入れてみました。何かこの画面で違和感があるとこないでしょうか？そうです。武器ですね。武器の色が、これクレイモアなんだけども、白じゃなくって、水色っぽいクレイモアになってると思います。今日のモッドは、武器変更モッドです。武器の姿形を変えるモッドとなっております。こんな感じです。クレイモアですね。なんか、刀身になんか書いてあるな。レード F かな？レード F っていう書いてある。まあ、こんな感じですね。で、グレイブがこんな感じ。なんか、手抜きっぽいね。しょぼくなってる。で、無知でしょ？黒くなってます。で、これ、カマです。カマはね、なんかかっこいいんだけども、でもなんかしょぼいんだよな。作りがしょぼい。で、剣、青くなってますね。で、斧、魂のナイフしょぼい。なんだこれ。ひょろひょろっとしたなんかワカメみたいな感じになってね。これどうなの？で、ガントレットも何これ。なんだこれ。 100% って書いてあるけども、意味がわからない。全く意味がわかんないんだけど。はい、とりあえず今日はですね、このノーマル装備を使って、クリアしていきたいと思います。どれが一番マシだろうね。まあ、とりあえずまずはクレイモアで、進んでいって武器をどんどん変更していきましょう。それでは行きましょうか。とりあえずエンチャつけていきましょう。使えそうなやつを、つけていきますか。うん。OK。このね、ガントレット超気になるんだよね。ガントレットも一応、入れていきますか。吸血入れ、あ、違う。あ、いやいやいや。締め具じゃないから、ダメなんだ。こんな感じで入れてみます？ OK。もう、あとはいいや。どうだろう。一応、回復がついてないので、ウィザーアーマーをつけていってます。ちなみにデイリークエスト、速度 20% 増加でスケルトンに置き換わる。で、衝撃を持ってるっていうやつですね。あ、弓で倒せる。弓で倒せるわ。オッケーオッケーオッケー。特に問題ない感じですね。うん。あ、進んでいけるよ。これ全然いけないかなと思ったら、そんなことないね。意外と、倒せるには倒せる、みたいですね。再生の敵でも、まあ、減らしてはいけてる。オッケー。このまま、行きましょう。ガントレット装備してますけども、わからないね。わかんないね。どんなもの装備してるかが。うん。一応これなのよ。100% ガントレットなんだけど、見た目じゃわかんねえな。いける？ガントレット。いや、厳しい。ガントレットはこれ厳しいぞ。いや、ガントレット厳しい。いや、もうむしろこれ、バブルバーサーで倒してるような感じだもん。いや。こんなにも弱いか。ガントレットはさすがに弱すぎる。これじゃあね、倒せないんじゃない？そこエボーカーいるからちょっと戦ってみようと思うけど、エボーカーにも無理と思う。ちょっと待って待って、あ、きつい。かい、あ、いや、いけた。意外と倒せる。ちょっと俺、ガントレットの強さを舐めてたかもしれない。次はグレイブ。いいね。いや、でも、グレイブは、重力欲しいな。重力ないとちょっと、難しいよ。もうなんか見た目もさ、若干ベノムグレイブだね。若干ベノムグレイブ。でもなんかすごい手抜き感のあるベノムグレイブですね。これね、キャプテン倒すと多
分進めないのよ。無理。これはね、さすがにクリアは難しいと思うので、キャプテンはやめとこうか。いや、この帯電とかでも、小ダメージ受けそうだもんな。じゃあ行くか。キャプテン行こう。剣で戦います。青い剣だね。虚無アンチャンティング追い打ち。おお、超攻撃的。いけるか。いや、厳しい。しゃあ。いや、いけた。いけるもんやね。一応取っときましょう。何？モブ速度 40%。 ああ、それぐらいならいける。ここがクリアできるかな。ちょっときつそうな気もするけども、行ってみよう。敵の HP なんかは増えてないので、バブルバースターでなんとか減らしていきましょう。行くぞ。次はムチ。いや、厳しいムチ厳しい。あ、でもね、ムチはね、重力ついてるんで戦いやすくはある。重力ついてるので戦いやすいっちゃ戦いやすいよ。いや、もうむしろ無知で攻撃してない。毒の雲ね、久しぶり入れてみたんですけど、やっぱりいまいちだね。毒の雲は結構いまいちな感じです。やった、 OK。 おお、ボス来た。あー、厳しい。ここは厳しい。倒せないもん、まず。いやー、無理だ。ちょっと待って、装備変えよう。剣がいいな。あ、違う、クレイモアだ。クレイモアでいっちゃいましょう。あっぶね。帯電ついてるっしょ。おお、いや、意外とノーマル装備でもいけるっちゃいけるんだな。全然いけないかと思ったらいけましたね。 OK。 もう最後なんで、キャプテンは倒していきます。 OK。 鎌使ってみるか。鎌を使ってみましょう。あ、装備してない。いや、弱いでしょこれは。弱い。まあ、重力ついてるから引き寄せられはするんだな。おいよ、じゃあ無理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 。 OK。 ああ、はい、脅威1。 OK、 いける。で、神秘モブダメージ 130% 増加。まあまあ、あとはね、ボスだけなので大丈夫でしょう。はい、魂のナイフをつけていきます。 OK、 楽勝でしょう、このボスはね。待てい、ちょっと待て。 OK。 あー、まあでもまあこんなもんでしょうね。でもまあ全然ね、400万とかダメージ与えてるんでいけるじゃん。なんとかなるもんだ。でも普通に使ってる装備の方がやっぱ強いね。はい、ということで、今日はですね、武器変更モッド使ってみました。こんな感じになります。魂のナイフ、ガントレットなんかしょぼいんだよね、見た目が奥行きがないっていうかさ、なんかしょぼい感じになってます。性能は一緒なんだけどね。で、まあ普通にね、もう使えるには使えたね。使えるには使えました。うん。全然クリアできないかと思いきや、意外とクリアができております。うん。でもまあ、エンチャントっていうのはね、すごく重要だなっていうのは思いますね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。